はい、今日の授業は終わりです。七森くん赤点だったので、はい、放課後来てくださいね。はい、それでは終わります。何ですか先生。あの七森くん、あの七森くんね、25点だったんだよね数学が。だから赤点なんだよね。毎回毎回さ、俺を留年にしたいの。いやでも七森くんが頑張ったら留年ならないから頑張ろう一緒に。留年にしたい待って、はっきりしないと。どっち。違う、七森くんが頑張ったらね、留年しないから。俺とさ一緒にいたいんじゃないの。え、何が。先生さ、毎回毎回こうやって俺のこと呼び出すじゃん。俺と一緒にいたいんじゃないの。何が、違う、七森くんが前赤点。正直に言いなよ。いやいや、七森くんが前赤点取ったのは、名前書いてなかったからでしょ。俺と会いたいんだろ。一緒にいたいんだろ。七森くん怒るよ先生。だってさ、他にも赤点取ってるやついるじゃん。いや、いないよ、七森くんだけだよ。え、今回俺と一緒にいたいんだろ。七森くんだけだって。分かった、今日はそういうことにしといてあげる。え、ちょっと待って。でも七森くん知らないふりするのは今日だけだからね。いや待って、マジで本当にさ、ガラ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 、1年生の問題がいない。ああ、また冷たい態度取っちまった。ちょっとなんだでしょ。はあ、また冷たい態度取っちまった。でも俺のごもい、ギョもい俺のごもい、ちょっとあいつ気づいたかな。ラブリーマイティーチャー。